皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は2月前半発売予定の雑誌とムック本の付録合計38冊紹介していきたいと思います。2月1日ミニ増刊号が発売されます。特別付録はバードッククリアファイル B5 となっております。こちらは書店、ネット書店限定販売となっております。また通常号には付録は付きませんのでご注意ください。2月1日ウズバイフローフシーリップコレクションピンクエディションとオレンジエディション、レッドエディションが発売されます。大人気コスメティックブランドウズバイフローフシー初の公式ブランドブックが登場いたします。豪華6点セットがスペシャル価格ということで、すでに売り切れ状態にはなっておりますが、セット内容をお伝えいたします。まずピンクエディションはリップスティック東京プラスマイナス0クリアとプラス3コーラルピンク、さらにリップスティック U マイナス1コーラルベージュプラス1ピンクベージュがついています。またリップトリートメントはプラス1シアーピンクとプラス3ピンクです。続いてオレンジエディションはこちら、リップスティック東京マイナス2ブラウンとプラス1ライトオレンジ、リップスティック U マイナス2ブラウンベージュとプラス 0.5 クリア、そしてリップトリートメントはプラスマイナス0クリアとプラス5オレンジです。そしてレッドエディションはリップスティック東京マイナス4プラムとプラス5レッド、リップスティック U マイナス2ブラウンベージュとプラス2スモーキーレッドです。そしてリップトリートメントはプラス1シアーピンクとマイナス2シアーグリーンとなっております。2月2日エッセが発売されます。別冊付録として鶏胸&豚こまベストレシピ52ページがついてきます。そしてエッセは特装版も発売されます。付録はスヌーピーメラミンプレート2枚セットです。こちらはカラフルなイラストが可愛いメラミン皿です。直径約13センチでとっても扱いやすく、小物を置いておくのにぴったりのデザインです。おうち時間に大活躍間違いなしです。2月2日ミルクフェドスペシャルブックキャンバスショルダーバッグベージュバージョンとブラックバージョンが発売されます。こちらはセブン限定販売、人気ブランドミルクフェドの最新ブランドブック久々に登場です。ご覧ください。フラップ付きショルダーバッグとなっていて、正面にはブランドタグ付き、ベージュは赤に白、ブラックは黒地に白です。また便利なのがフラップの下についたジップポケット、スマホなどよく使うものを仕分けられます。そしてメイン収納には 500ml のペットボトル、長財布、折りたたみ傘なども収納でき、街歩きなどにぴったりとなっております。さらには内ポケットも装備しており、スマホ入れにも使えますね。ショルダーストラップは取り外しはできませんが、サイズ調節もちろん可能です。どちらもキャンバス風の柔らかい素材なのもポイントとなっております。2月2日ミルクフェドスペシャルブックマルチポケットバックパックブラックバージョンとベージュバージョン、そしてセブン限定ブラックスペシャルパッケージも発売されます。ショルダーに続きましてリュックも登場です。ご覧ください。正面にはブランドロゴが刺繍されております。そしてスマホ入れに便利な縦ジップポケットがついておりますね。さらにフロントポケットはダブルジップ仕様となっていて、小物を整理できる3つのポケットを内蔵した大きなポケットとなっております。そして両サイドにはドリンクホルダー、メイン収納はご覧の通りロープ付きダブルジップ、アクセサリーを付けられる D 缶も付いております。中を見ますと内輪が入る大きな内ポケットを装備、レジャーや通学にも使えるビッグサイズとなっております。合計8つのポケットを備え、たくさんの荷物をすっきり持ち運べますよ。コーデやシーンを選ばずユニセックスで使えるブラックカラーに、コーディネートのアクセントにもなる春らしいベージュの2色、どちらもおすすめとなっております。2月3日萌えが発売されます。閉じ込み付録として樋口優子飾れる猫のポストカード3枚セットとなっております。2月3日ガーナミルクチョコレートスペシャルブックミルクエクセレントバージョンとブラックエクセレントバージョン、ミルクエクセレントバージョンはセブン限定スペシャルパッケージも発売されます。ついにロッテが登場です。ガーナチョコレートのパッケージがそのままポーチになっちゃいました。ポイントを見ていきます。まず前面のこの部分が大人の遊び心をくすぐるミニクリアポケットとなっております。クリップなど可愛く収納できますよ。そしてチョコみたいな引き手はダブルジップとなっております。さらに持ち運びに便利な持ち手付きなども嬉しいポイントです。可愛いデザインはプレゼントにもおすすめできます。では内側を見ていきましょう。
使いやすさを追求したあえて仕切りなしの自由に使えるメイン収納はゴムバンド3つ、メッシュポケット2つ、大きめポケット1つ付いております。使い方はいろいろあります。文房具、コスメ、裁縫グッズ、通帳、家計簿などマルチに活躍間違いなしです。そして宝島チャンネルで購入すると数量限定でガーナチョコレートのパッケージを使ってデザインしたマスキングテープが付いてくるので、こちらも要チェックです。2月3日オレオクッキー型ポーチブックとファミリーマート限定スペシャルパッケージが発売されます。大人気ビスケットオレオから初の公式ブランドブックが登場いたします。スペシャルアイテムはオレオにそっくりのクッキー型ポーチとなっております。こちらはしっかりとしたシリコン素材でできていて、間違えて食べてしまいそうなくらいの仕上がりです。内側には2つのポケットもついているので、コスメや小物入れにぴったりですよ。お部屋に置くだけでも気分が上がる可愛いアイテムに仕上がっております。2月7日インレッドが発売されます。付録はミッフィー14枚を一目瞭然に収納、蛇腹カードケースです。ご覧ください。イエローの壁からひょっこり覗いているミッフィーたちがたまらなく可愛い縦型のカードケースとなっております。中は付箋など細かいものを整理するのに活躍してくれます。また薬やサプリメントを持ち運ぶのにも便利です。もちろんカードも入ります。合計12のポケットを装備。背面にはアウトポケットが2つあり、1つはパスケース仕様になっているので、交通系 IC カードを入れることも可能です。合計14枚のカードが入る便利かわいいケースとなっております。2月7日大人のおしゃれ手帳が発売されます。特別付録はハリス薄型などにしっかり入るスリム長財布です。こちらは最大厚さ2センチとスリムな上にカード、お札、小銭がしっかり入る長財布となっております。クラッチ風にも持てる、これまでにないおしゃれなデザインです。春らしいライトグレーの合皮にハリスのロゴがボタンと背面に入っております。両サイドに最大6センチのマチがあるので取り出ししやすく、1万円札も折らずに入れられます。カードケースは縦に6枚分、カードケースの間にはフリーポケットもあります。また前ポケットにスマホやお札を入れて、小銭入れはジップ開閉で安心の仕上がりとなっております。そして大人のおしゃれ手帳は増刊号も発売されます。付録はハリス大人の冷え対策にモコモコあったかルームシューズです。今年の冬はモコモコ多数出てまいります。こちらはシンプルなデザインのニュアンスピンクがとってもおしゃれですね。外側は肌触りが良く高級感のあるベロア調素材です。どんなインテリアにも馴染みますね。サイズは22センチから25センチまで対応しており、内側は暖かいボアが足を包み込んで熱を逃がさず、真冬も冷え知らずです。柔らかで軽いので靴下感覚で履けます。手洗い可能となっているのもポイントですね。そしてご覧のようにかかとを折ってマブーシュのように履いても OK です。2月7日ステディが発売されます。特別付録はムーミンリトルミーのポケット付き木製ミニラクです。こちらはキナリのコットンミックス素材に木製の足がナチュラルな雰囲気のミニラクで、表面にプリントされたリトルミーがアクセントになっております。外ポケットが付いているので細々としたアイテムの収納に便利に使えます。使わない時は平らに折りたためるので、しまっておく時も場所を取りません。 500ml のペットボトルと比較するとこんな感じ。コンパクトなサイズが嬉しいポイントです。使い方は様々。毎日使うマスクや除菌シート、スプレー類の収納にしたり、玄関先に置いておいても便利ですね。はがきや手紙の一時置き場として、ポケットにはペンやハサミ、印鑑を入れてもいいですよ。またテレビやエアコン、照明などバラバラになりがちなリモコンをまとめるのにも使えます。2月7日帝国ホテルスペシャルブック、上品軽量キルトポーチセットが発売されます。2020年11月に130周年を迎えた帝国ホテルから初のブランドブックが登場いたします。特別アイテムはホテルライフの必需品、トラベルケース2個セットとなっております。正面には帝国ホテルのネームタグ付きで、本紙でしか手に入らないスペシャルアイテムです。シックなデザインとリッチなキルティング素材で、スーツケースやバッグの中に入れてホテルの客室などのトラベルシーンで活躍してくれます。もちろん自宅での収納アイテムとしても最適です。
2月7日夜間雨天の運転に最適新感覚ドライビングメガネブック新装版スペシャルプライスが発売されます。こちらは以前に発売されましたが今回スペシャルプライスで再登場です。ポイントは安心の JIS 規格適合レンズで UV400 レンズを使用しております。紫外線 99.9% 以上カットしてくれ特殊加工のイエローレンズとなっております。夜間雨天時やスポーツをしている時の視界を良好にし対向車のヘッドライトなど眩しさを軽減するメガネです。反応能力を高め目の疲労を和らげてくれます。2月7日メガネの上からつけられる夜間雨天の運転に最適新感覚ドライビングメガネブック新装版スペシャルプライスが発売されます。こちらも先ほどのサングラス同様運転スポーツ時に最適のメガネとなっていてスペシャルプライスで登場です。メガネの上からでもつけられるので普段メガネの方もご使用いただけます。2月8日クレイサス長財布ブックが発売されます。発売日が1月27日から2月8日に変更になっております。大人気クレイサスのお財布ポイントを見ていきましょう。ワンポイントのカメリアと定番のキルティングデザインでとっても華やかな印象です。優しいアイボリーカラーとなっていてバッグの中でもすぐに見つけられます。お財布を開けると裏地は可愛いピンク。可愛いだけではなくカードや小銭が探しやすいカラーですね。収納はカードが12枚入るポケットに加え小銭入れのサイドにはマチ付きのスペースがありますのでレシートやお札などの整理整頓がしやすく利便性の高いデザインになっております。また小銭入れは大きく開くので小銭が探しやすくお会計時に慌てるなんてこともありません。優しいながらも存在感のあるアイボリーは飽きることなく長く愛用できるデザイン。長財布派の方はもちろん普段ミニ財布の方もぜひチェックしてみてください。2月8日モノマックス特別編集日用品優秀もの2022ブラック&デッカー卓上ホットスタンドが発売されます。こちらはセブン限定販売。ブラック&デッカーのステンシル風ロゴが入ったスタンドとなっております。ご覧のように卓上で料理を温めることができてチーズフォンデュでパーティーもできちゃいます。そしてもちろんキャンプでも大活躍ミニ焚き火台として使えますよ。この機会にぜひ使ってみてくださいね。2月9日モノマックスが発売されます。特別付録はジャーナルスタンダードジャバラポケット付きリュックサックです。こちらは前面ポケットをガバッと開くと機能的なジャバラポケットが出現するリュックサックとなっております。使い勝手のいいダブルジップに主張しすぎないさりげないタグもポイントとなっております。ポケットの中はどこに何があるのかすぐにわかるので整理整頓上手になります。さらにご覧のように前持ちした時も荷物の出し入れがしやすい仕様です。テレワークバッグとして使ったり13インチのパソコンも収納できるサイズなのも嬉しいですね。カジュアルになりすぎないデザインでオンオフ問わず活躍間違いなしです。2月9日ビーパルが発売されます。付録は絵本作家村上康成デザインビッグサコッシュ&マルチトートです。ご覧ください。正面にはビーパルのロゴとカワセミ、ヤマメ、クマが愛らしいイラストが描かれております。前面には便利なメッシュポケットも装備。高さがあるので容量も十分です。持ち手とショルダーがついていて 2way で使えます。またアウトドア用バッグにも採用される頑丈な生地に撥水加工を施したので外遊びにぴったりのアイテムとなっております。2月9日サライが発売されます。別冊付録は宮古人がこよなく愛する今日のおうどん案内です。2月9日プリングルス真空断熱水筒ブック旨塩バージョンとサワークリーム&オニオンバージョンそしてチーズバージョンが発売されます。こちらはローソン限定販売。ポテトチップスプリングルスからおなじみの紙筒パッケージのデザインそのままな真空断熱水筒が人気の3フレーバー勢ぞろいで登場いたします。ホットコールドどちらにも使用可能で飲み頃温度を約6時間キープ可能な機能派です。水筒の外側の温度が熱くも冷たくもならず素手で持っても安心なところも真空断熱の嬉しいポイント。結露しないのでテーブルが濡れることも持ち歩きの際に他の荷物が湿ってしまうこともありません。底面には滑り止めにもなるゴムがついております。容量は持ち歩きにも最適な 250ml です。
家でもアウトドアでもオフィスでもどこで使っても活躍すること間違いなしの面白便利なアイテムとなっております。2月12日スイートが発売されます。特別付録はアングリット×スヌーピーヨガマットも PC も雑誌も余裕で入る上品大人ピンクの万能マルチバッグです。ご覧ください。くすんだ淡いピンクとネイビーの組み合わせが大人っぽくどんなコーディネートにも合う万能バッグとなっております。お買い物バッグとしてもお仕事の時のサブバッグとしてもあらゆるシーンで使えるビッグサイズです。肉厚の生地のトートバッグなのでパソコンなど重めのアイテムを入れても大丈夫なんです。ヨガやジムへ行く時など推し活用バッグとしても便利に使えます。2月12日ミレスト軽量&多機能バックパックブックが発売されます。トラベルバッグブランドミレストが完全監修のブランドブック史上最高レベルのバックパックが登場です。ポイントは小物がたっぷり入る立体のフロントポケットを装備、折りたたみ傘がすっぽり入るフラットなサイドポケットもついております。また反対側はペットボトルがぴったり入るボタンとゴム付きサイドポケットです。さらに貴重品入れとして便利な独立型の背面ポケットもありますね。バッグの中は15インチがぴったり入るしっかり生地の PC ポケットが便利です。カラビナなどを取り付けられるフロントの D 管に外出先で便利なフロントの上着掛けは嬉しいポイント。ご覧のようにキャリーケースに固定できるキャリーバー通しや外出先で引っ掛けられる上部の持ち手付きです。開閉はこだわりのループ型引き手でガバッと開くダブルジップ仕様、ストラップの長さ調節ができるアジャスター付きです。正面にはミレストのロゴもしっかりと入っております。2月14日刺繍のお羊簡単ハンドメイドブックが発売されます。こちらは SNS で大反響、人気ハンドメイド作家刺繍のお羊さんの刺繍アイデアブックとなっております。基本のステッチからツイッターでバズった可愛いボタンの付け方、可愛いモチーフ文字、 T シャツの首のよれを直すライフハック技まで全53モチーフが掲載されており、初心者向けの一冊となっております。2月14日新宿中村屋公認肉まんそっくりポーチブックとセブン限定スペシャルパッケージが発売されます。こちらは昭和2年から中華まんを販売している名店新宿中村屋公認の肉まんにそっくりなふっかふかのポーチです。ご覧のように金具付きでバッグなどにも付けられます。また背面にはカードが入れられるポケットが付いております。さらに愛らしいフォルムのポーチの中には小物やリップなどを収納でき、インパクト抜群のポーチに仕上がっております。2月15日スヌーピーミニマルウォレットブック極小財布が発売されます。こちらのお財布はただ小さいだけではなく使いやすさにもこだわったスヌーピーのミニマルな三つ折り財布です。高級感のあるキャメルブラウンの色味にゴールドの型押しを施したデザインで、手によく馴染むレジャー調の質感が品よくおしゃれで、フォーマルにもカジュアルにも使えます。チャーリーブラウンの顔になっているスナップボタンやお札入れの裏地など、スヌーピーファンにはたまらない細かな部分もポイントです。手にすっぽり収まる三つ折りタイプながらも、小銭入れは見やすく取り出しやすい仕様で、カード入れには約15枚のカードを収納可能。カード入れに名刺を入れるのもおすすめです。お札入れはガバッと大きく開く L 字型の仕様で、出し入れしやすく機能的に仕上がっております。いかがだったでしょうか。ここまで2月前半発売予定の雑誌とムック本の付録、合計38冊紹介していきました。来月はバッグやポーチ、コスメなど少しずつ春に向けたアイテムも出てまいりますので、しっかりとチェックしておきましょう。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますので、ぜひ参考にしてください。また今回紹介できなかった追加情報変更内容は月末のまとめ動画で補足していきますので、そちらもチェックしてくださいね。そして Twitter、Instagram でも付録情報を発信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。